ジェットホイール、トッピー1宮野浦港鹿児島商船は、鹿児島県鹿児島市に本社を置く、海運会社。鹿児島から種ヶ島及び薬島への高速船及び、フェリー航路などを運航していたが、2012年4月1日より、岩崎グループと、一丸グループが合同で、主子薬高速船を設立したのに伴い、高速船事業については、船舶の保有のみ行い運航は新会社に、 統合された岩崎グループを構成する。鹿児島港に停泊するトッピー1鹿児島から種ヶ島、薬島への航路は海上運送法による指定区間となっているため高速船のほか車両構想の必要性からフェリーも就航している。当時提携していた九州商船が2004年12月11日をもって航路を廃止し撤退したことにより 種ヶ島航路において指定区間の基準を満たせない状態が続いたため、九州運輸局は2005年5月25日から事業停止命令を出し、鹿児島商船の高速船は同日より運休となったが、2005年6月27日より、自社運航によるフェリー、ブーゲ、ウビリアが就航したため、再び基準を満たすようになった。 同年11月1日より同線に代わって、ハイビスカスが、種ヶ島、薬島航路に就航したが、2008年12月22日より、薬島航路に、フェリー、薬島丸が就航したことにより、ハイビスカスは、種ヶ島航路のみに就航している。薬島航路は、2000年より、降りた機船と提携していたが、同社が、競合他社のコスモラインとの提携のため2005年9月を、 持って、提携を解消した。このため、同航路も、指定航路の基準を満たせない状態となったが、前日のハイビスカス就航により、基準を満たしている。かつて運航していた、航路2006年11月1日から、官民共同の新枠組みによる運航がスタートした。船舶は、関係するイブスキ市及び南大隅町が、フェリー、ブーゲ、ウビリアを購入し、 岩崎グループにリース。港湾施設については、山川、ねじめ両港にある岩崎グループ所有の土地や施設を鹿児島県が取得。岩崎側は、船舶運航に専念し、両市長が、発見や綱取りなどの陸上業務を担当する運航協定を結び移行した。2009年12月7日に運航をしている岩崎グループの岩崎義太郎社長が、 行政側の財政的支援がなければ2010年2月末に撤退する方針を表明。2006年の協定締結時に想定をしていなかった原油価格高騰、旅客数減少などにより赤字が継続していて、会社としては協定内容の変更を申し出ていたが受け入れられていないからとした。2010年1月20日に、鹿児島県庁内にて運行協定を結ぶ4社は、 非公会協議を行い、行政側は1年間限りの財政支援を提示したが、会社としては、ドック代などの費用負担を定めた運行協定の見直しを要求し、両者の歩み寄りは見られず、1月22日に、会社側は1月26日までに回答を要求する文書を行政側に発送した。運行船舶は三月にドックを控えていて、ドックを実施せず撤退する場合、 1>, 1月中に九州運輸局に路線廃止届を提出する必要があった。結局、行政は協定の見直しを拒否し、会社も単年財政支援を拒否して、会社は1月29日に運輸局に廃止届を提出し、2010年3月からの路線運休が決定した。会社側はドックの日程が決まっていないため、路線は運休として、理由は、 船舶検査証が取得できないためとし、休止期間も定期検査終了までと決めていない。1日五便を運航していた。2010年3月からの運航休止後1年間航路は運航されていなかったが、2011年3月1日より南急船舶が南急2を使用して航路を再開した。同年夏には百三十総トン級のフェリーを投入して大型車の積載も 可能にし8、10より新造船により定期運航を開始した。フェリー、ハイビスカスミアノウラ港主市役高速船が、開業2社統合、安定経営誓う南日本新聞2012年4月23日、閲覧。離島住民から見た交通バリアフリー化に関する、調査研究日本財団図書館種ヶ島航路の、弟子を命令鹿児島商船に引く2 4 7ニュース。 熊毛地域の遠隔鹿児島県鹿児島商船、薬島航路基準維持に、フェリー投入在海九州 P186、鹿児島種子島高速船岩崎と、101部共同運航へ、南日本新聞エリアニュース。2009年9月20日閲覧。山川、パカネジフェリー3年ぶり復活ジャンジャン岩崎グループ、山川、ネジメ航路。 二月撤退行政に、財政支援流すた南日本新聞2009年12月8日付、山川ねじめ航路岩崎グループが、単年財政支援を拒否、南日本新聞2010年1月21日付、つ岩崎運航協定見直し採用急参線ねじめ航路、南日本新聞2010年1月23日付、岩崎側、 山川ねじめ航路3月9市を届けで協定は、3月末、解消を南日本新聞に、2010年2月2日付、山川ねじめ航路1年ぶり再開第1便、くす玉で出迎え南日本新聞2011年3月2日、同3日閲覧薬島丸が、就航1日1往復、岩崎グループ南日本新聞薬島と鹿児島を、結ぶ生活航路フェリー、 薬島丸鹿児島商船、岩崎グループ各社その他、ありがとうございます。